では今回は線による遠近についてお話します。線でもこういった場合のこれは遠近が出ますよね。太いところが小さくなって、そうではなくて縦線横線こういう感じで遠近を出す。遠くは細くだんだん広くなる。こういう練習を常にしておくと、こうですね、きちっと描かなくてもいいから、大まかでいいから常に遠くは狭く手前が広くなる、こういうふうに手がスッと動くようにしとくと風景が描くときにすごい楽ですね。でも建物がだからこういう感じ、建物がもうできちゃうね。例えばこうすればもうこれでここに窓ができてくる。これの延長でこれで建物が描けてきますよね。遠くの建物は幅が狭い、手前は広くなる。これ道路の線もそうですよね。遠くの狭いとこ、手前来ると広がってくる。前やったけどこうやってこういっぱい入れていくでしょ。そうするとここを交互にこう塗っていくわけですよね。とこれで横断歩道が、ここに横断歩道の白いところが残る。まあこういう練習をするといいでしょう。